ってたので、で僕もおじいちゃん子だったので、もうずっとおじいちゃんの総合でこう過ごしてたんですけど、見るテレビ番組も、まあ、演歌歌謡の番組だったり、スポーツも大相撲中継とか、そういったをね、見てまして、なかなか周りの同級生友達とかとですね話が合わずですね、しばらくあだ名がおっさんと言われたこともありましたけども、まあそんな学生時代やったんですけども、だからね、今で40歳と間違われたりしますから、40歳になった頃絶対若くなったろうと、今そうね思ってるんですけど、40になった時60に見られたらどないしようとかね、ちょっと不安もあるんですけども、ちょっとそこを期待しながらですね、頑張っていきたいなと、思っております。今日はですね、短い時間ではありますが、最後まで精一杯歌わせていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。まあ、先ほども言いました、僕大阪出身でございまして、続いてはですね大阪の、名曲を1曲歌わせていただこうかなと思います。皆さんご存知と思いますけれども、添右衛門町ブルースという曲をですね歌わせていただきます。それでは聴いてください。添右衛門町ブルース。